JR 九州によりますと、ゴールデンウィーク期間の九州新幹線指定席の予約席数は、去年の 1.57 倍となる7万9000席、予約率は去年を 9.8 ポイント上回る 28.9% となっています。去年9月に開業した西九州新幹線の予約率は 24.7% です。特急電車を含めた JR 九州全体の指定席の予約席数は、去年の 1.63 倍で、コロナ禍前のおよそ 80% まで回復しています。JR 西日本の山陽新幹線は、予約席数が去年の 1.6 倍となる56万8000席で、コロナ禍前の 85% まで戻っています。山陽新幹線は下りのピークが来月3日、上りのピークが来月6日になる見込みです。